山陽タクシー株式会社は、兵庫県神戸市垂水区東垂水上流電七百十番地に本社を置き、神戸市、明石市において、タクシー業、自動車整備番金と創業、土地建物業を経営しており、山陽電気鉄道の100%出資式会社である。垂水営業所、明石営業所、学園南営業所があり、主要な自社専用乗り場は、山陽垂水駅、 山陽明石駅。車両数は121台で、従業員数は260人。芸者可能エリアは、神戸市タルミ区全域と隣接する一部エリアとなっている、神戸市スマク西部や神戸市西区東部と明石市、東部までに及ぶ。このエリアは、人口密集地帯で、極めて坂道の多い地形ということもあり、旧来から利用者は多い。そのため、エリア内のショッピングモールや病院、 老人介護施設などの福祉施設には、無料通話の配車センター直通公衆電話を設置し、市民の足としての役割を担っている。また、1995年1月17日に起きた、阪神・淡路大震災の時には自社への被害が小さかったため、いち早く、タルミ営業所及び赤市営業所の社員浴場を一般開放するなどして、地元住民の被災生活を支えた。 同じ名称で存在する岡山県の山陽タクシー、広島県の山陽タクシーとは無関係である。兵庫県赤市下町1丁目10番10号に月木目が子駐車場を所有しており、収容台数は屋根付きが31台、屋根ナッシュが20台。親会社である山陽電気鉄道の車掌、シンボルマークを使用しており、山陽タクシーが使用しているシンボルマークは、 現行のものではなく、車両のアンドンに、現行のものを使用すると目立ちにくいために1983年制定の、旧シンボルマークをそのまま引き継いで使用している。山陽カラーと言われているボディの下半分が混んで、上半分が白いツートンカラーと、ブラックボディの2種類の車両があり、車種は、トヨタクラウンコンフォート、トヨタクラウンセダン、トヨタジャパンタクシー。山陽カラーについては、 ネイビーブルーとクリームイエローの山陽電気鉄道820.850系電車を参照。ブルーはかつての電車の色合いに近いが、上半分の白系はクリームというよりオフホワイトになっている。この塗り分けは、一時は山陽電車の自動販売機までもが採用しており、その当時を思い起こさせる歴史のあるものである。色合いはかつての電車より若干明るめではあるが、 山陽電車のイメージといえば、下半分が青のツートンであるため、その気品漂う良い伝統を現在も受け継いでいる。一時的に大半の車両が黒塗りになったことがあったが、他社との差別化を図るために原点回帰し、古くからの馴染み客に遠目からでも見分けてもらい、選んで乗ってもらおうという意味合いを込めて、最近はツートン車両を増やしていた。しかし、 2018年以降に納入されているトヨタジャパンタクシーには指定職の設定が不可能なため再び黒塗りの車両が増加し始めている2009年には昨今の重要な問題となっている少子化と高齢化にスポットライトを当てその対策の一環として妊婦に向けたサービスの充実を図るため公式ウェブサイトでの妊婦さん専用顧客登録の 開始によって陣痛が始まった時などの救急対応を心がけた新たな配車サービスを開始した。運賃の支払い方法は現金、またはタクシーチケットで行い、クレジットカードは使用できない。産業タクシーで取り扱いしているタクシーチケットは以下の通り。なお、使用期限がある場合は期日を過ぎると使用できない。大阪産業タクシーの車両。 ありがとうございます。